アーセナル直近3試合1分け2敗で、優勝争いから完全脱落。今季のアーセナル弱すぎんだろ。アーセナルまた優勝逃したよ。アーセナルは優勝する気あるんですか？せめて年明けくらいまで優勝争いしてほしかったな。今年は選手層厚くなって優勝待ったなしと開幕前は信じていました。前シーズンのアーセナルの引き分けプラス負けが10試合で、今シーズン10試合消化でもう計5回勝ち点落としてるから正直もう優勝きついというか終わってます。去年あのクオリティで優勝できなかったのがアーセナルの限界なのかもしれん。アーセナルは優勝無理よ、負ける時もある強いチームって感じ。なんやかんや例年通りのアーセナルでホッとする。アーセナルはポゼッションとカウンターをいい感じに使い分けたいんだろうけど、ウデボがいない時のポゼッションがちょいきついから、ウデボ早く帰ってきてほしい。真ん中でゲームメイクできる人がマジでいないな。ウーデ、坂の若さうまさ強さに頼ってた良し悪しが如実に出てる。CL と他のタイトルに頭切り替えようか。